トーマス・ジョナサン・ブラル、トーマス・ジョナサン・バーリルは、アメリカ合衆国の植物学者である。植物病理学の分野で、梨のやけど病の原因である細菌、アーウィニア・アミーラボラを発見した。マサチューセッツ州のピッツフィールドで生まれた。9歳の時、イリノイ州に移った。イリノイ州立大学ノーマルコを1865年に、 卒業し、2年間学校の監査員として働いた後、1867年に、イリノイ州立自然史博物館の学芸員の、ジョン・ウェズリー・パウエルに選ばれて、ロッキー山脈やグリーン川とコロラド川周辺の学術探検に参加した。コロラド州の探検から戻った後、助教授として数学を教え始め、すぐに植物学を教えるようになり、1870年までに、 教授に昇進した。1868年にイリノイ大学の植物学、農学の教授となりその職を続け、1882年に副学長を務めた。ブラルは植物の学名で命名者を示す場合にトーマス・ジョナ・サンバーリルを示すのに使われる。ありがとうございます。